株式会社ラメリアジャパン社長の今泉大さんにスタジオにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組ではもうおなじみになってきている、簡単3ステップ3つだけでスキンケア OK というそんな化粧品をご紹介していただきます。はい、皆さんはお肌綺麗ですね。ありがとうございます、ね、悩みないですか？いや、あります。悩みありますか？あります。何、どんな、シミ、シミシワ、どこに、あのね、そう、今はまだいいけど、うん、でももしかしたら10年後ぐらいにはシワとかシミとか悩みの一つになってくるかもね。最近そう、友達とやっぱ同い年の友達と集まってよく盛り上がるのがシミシワの話です。同い年ってちなみにおいくつですか？31。あれ、でもやっぱ5年前の写真とか見るとそう、あの、何でもそうなんだけど、基準は自分なんですよね。人と比べてどうかじゃなくって、5年前の自分と今の自分っていうことですよね。だから5年前の自分よりも衰えてると思うわけでしょ。そうなんです、はい、今の私よりはっていう、そういうことじゃないわけですよ。ね、だからそういう悩みに、あの、答えるべく開発された化粧品なんですね。はい、そうです。はい、ご紹介ください。はい、あの、私自身もすごく、あの、肌の悩みをもうずっと物心ついた時から抱えてまして、うん、まあ、色は黒いし、あの、年頃になるともうニキビはひどいし、でやったので二十歳超えて、本当だったら女性が一番綺麗な時期に、うん、もう、あの、混合肌、うん、あの、もうとにかくどんな化粧品使っても合わない、で30代10年間は、あの、内臓を悪くしてしまって、40迎えた時にはもうシミだらけの顔だったんですね。はい、今57歳なんですけど、ありがとうございます。かわいい、かわいい、かわいい出ました。でも本当に肌の悩みを抱えていて、40になってから、あの、いろんな仕事をして、まあ、サプリメントの企画開発という仕事も、あの、ずっとしていたんですけれども、まあ、その時 の、 あの、まあ、先生たちの出会いの中で化粧品を作ってらっしゃる先生に出会ったんですね。で、肌の仕組みとか、あの、本来肌にとっていい化粧品っていうのはこういうものだっていうのを教えていただいて、で、私自身はもうちっちゃい時から肌の悩みがあったんですけど、周りも意外に、あの、40代過ぎてくると化粧品難民っていうようなね、方たちが増えていて、若い時は何を使ってもよかったんだけど、なんか最近肌に合わないとか、そう、実は何が一番いいのかがいろんな考え方があるでしょ、分かんないんですよね。本当にそういう方多いと思います。いかがです？あの、すごいズボラなんで、もう塗るだけみたいな、簡単なのがいいですよね。みんなそうだと思うんですよ、やっぱり簡単に越したことはないし、で、あとは私もいろんな化粧品を若い頃から使ってきて、で、思うのは、使ってすぐに何かしら効果が実感できるものってあんまりないですよね。なんかいいのかなとか、こんだけお金かけたからいいだろうとか、あと使い方とか、すごい一生懸命頑張ってとかってしてきますよね。でも、あの、私も今これを使ってるんですけど、楽なんですよ、まず何よりも。たった3つでいいんですね。そうですね、はい、何からご紹介しましょう。そうですね、一番やっぱり、あの、人気なのがこのラメリアのディープグロースエッセンスといって、もうオールインワンなんですけど、あの、肌と同じ構造してるんです。肌と同じっていうのは、あの、皮脂膜とか、それは何ですかって顔だけしますけど、ね、えっていう、肌と同じっていうね、今、そうそうそう、頭の中に、あの、肌っていうのは肌を守る構造してるんですね。で、いろんな肌荒れとか肌荒れトラブルがあるんですけど、実はそれは肌が肌を守る仕組みが壊れちゃってる、のバリア機能っていうんですけど、外からその悪いものが入らないように、あと体の水分が逃げないように、その構造が水と油の、ナノサイズの、ね、層なんですね。で、それがピタッと、あの、肌を覆ってくれていて、で、あの、健康な肌を保ってるんですけど、わかりますか、ここまで。わかります、わかりますか。肌っていろんなものをつけたり入れたりして何とかしようと思うじゃないですか、私たちは。でもそうじゃなくて、肌本来、あの、何を肌はしてるかっていうと、肌の中に悪いものを入れない、あと中にある大事なものを出さない、だから保湿、水分とかも出さないで、でもって外からのものを入れない、バリアを張ってるっていうことなんですよね。だから簡単に何もかも入れない、
ようにできてる、うんうん、その代わり中からも出さない、うん、で歯で本来そういう力があるってことですよ、うん、だけどそのバリア機能が壊れちゃうと、うん、外の悪い物質が入ったり中の大事なものが出ちゃう、うん、だからそのバリア機能もちゃんと整えてあげなきゃいけないってことですね、うん、そう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 、そういうことなんです、うん、だからあの肌荒れでまあ、トラブルを起こしている肌っていうのは、うん、まあ、そのバリア機能がなくなっていて、うん、まあ、むけちゃってる状態なんですね、うん、でその時に肌に何をつけても、うん、肌にとっては刺激なんです。確かに、うん、肌を悪化させる要因になっちゃうんですね、うん、でそんな化粧品ってないじゃないですか、うん、でその時に出会ったのがその肌と同じまあ、構造してる美容原料だったんですね、うん、でこれだったらつまり傷んだ肌をとりあえずその肌と同じもので覆ってあげるわけだから、うん、肌が自分の肌を作っていく、うん、まあ、そういったまあ、ストレスもなく作っていけるような働きになっていくなと思って、うん、開発したんですね。でただマジさん、なんかわからないことあったら言ってくださいよ。はい、わかります。何ですか？聞いちゃって。すごい真剣な。わかんないことあったら途中ではいって言ってくださいよ。わかりました。はい。はいはい、そうそう。なので何かを入れるとかそういうものじゃないんですよね。まず守ってあげること。ほらお正月に鏡餅ってありますよね。で最近ってほらビニールっていうのかな、プラスチックっていうのかな、はい、しっかり包んであって、でお正月の間ちゃんとカビも生えずにいきますよね、うん、空気からも遮断されてるのに。でも取ってしまうとあれどんどん乾燥してむけていくんですね、うん、ちょうど肌荒れってそういう状態なんです。だからもう一回ラップできちっと包んであげたらいいですよね、うん、それがこれだ、うん、へー、だから肌本来の力をちゃんと保って、うん、で外から悪いものが入らないようにしてくれる化粧品、うん、そうそう、通常は乳化といって水と油を混ぜるんですね、うん、で白くなった状態よく皆さんご覧になると思うんだけど、顕微鏡で見るとやっぱり粒子なので肌の体温で水分飛んでっちゃうんです。と油だけ残りますよね、はい、だから昔からそのラメラ構造っていうのは実は知られてはいて、なのでいわゆるローションを塗って乳液を塗って油で蓋するっていうのを肌の上でそれを再現しようという切ない努力なんですが、化粧水乳液クリームですよね、いわゆるね、うん、でも結局構造的には粒子なので混ぜても一緒なんですね、うん、混ぜても混ざらないし入らない、そう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 、そうなんです、うん、なんか疑問がありますか？大丈夫ですか？肌を塗るっていう、肌に塗る、肌に塗る、うん、なんか肌と同じ構造だからちょっと荒れてるとこに塗ってもヒリヒリしたりしないのかな、しないです、しないです、しないです、それはすごい嬉しいですね。普通のそういう時って薬しか塗れないですもんね。そうですよね。私すごいアレルギーで、うん、花粉症みたいなのでもうすっごい痒い時があって顔が、うんうんうん、で痒いから描くでしょ、うん、で目の上とかがやっぱり皮膚が薄いからカサカサになってきちゃって、うん、でその時にそれこそこれ使ってたんですけど、うん、全然そのヒリヒリもちろんしないし、うん、逆にその時使い始めて、うん、2週間3週間経った頃にそれが治ってたんですよ、うん、でさらにその後一度もそういう状態にならなくて、うん、でも忘れてたの、その肌が荒れてることを、最初なんかしばらくもうさ目の上がさカサカサでさ、で変なところに二重ができてよりくっきり見えるみたいな、そんなことを言ってふざけていたのが、なんかだんだん全く気にならなくなって、うん、で、あ、そういえば最近ないなっていう感じになってました。これから花粉症で肌が、うんうん、痒くなっちゃう、痒くなるよね、から、うん、そういう時に塗れるのがすごい嬉しい、うん、そうだから何塗ろうと思って、うんうん、じゃあもう何も塗らないどこうかなとか思いません、うんうん、でもそれもどうせ痛いからヒリヒリしちゃうから、うんうん、塗るの痛い、刺激だしね、刺激でどうしようってずっとやっぱ思っちゃう、うん、でも塗らないと余計に痛いし、でカサカサするし、ね、カサカサするし、だったらいいですよ、うん、すごくうん、もちろんいろいろね、うん、肌のタイプもあると思いますけど、うん、でもいろんな肌のタイプの方で試されてるんですよね。そうなんです、今57ですけど、50の時にこの美容原料出会って、うん、まず1年間自分が使ってみて、うん、日本って四季があるので、うん、夏と冬と肌が違うじゃないですか、うんうん、で2年間使って肌も変わり、いろいろ変わる中でも大丈夫かどうかって自分の肌で実験をして、うん、その後アトピーとか、うん、肌荒れのひどい方、うん、20代から80代ぐらいの、まあ、いろんな方に使っていただいて、でトータルで5年間テストしたんです、いろんな方の肌で、で皆さんの肌が綺麗になって、あ、これだったら販売しても大丈夫かなっていう感じで販売
スタートしたのがちょうど1年前なんですね。うん、なんかね忘れます、その1年の肌の変化を。うん、普段だとなんか夏になると、うん、夏はなんか油っぽくて冬は乾燥して、うん、それこそ最近だと春もね今、おっしゃいましたけど花粉の時期で結構かゆいとかって言って、春も結構皆さん大変だと思うんですよね、顔赤くなったりと か、なんかそういうのをやっぱ季節ごとに化粧品って変えなきゃいけないのかなって思ってた時期もあったんですよね、私も。でもそれが気にならなくなりますね。そうですね、だからの化粧品業界でも新しい化粧品を販売するっていうのを大体9月に決めてるんですね、一番それが肌トラブルがない時期なんです。へ、そういえばって感じあると思うんですけど、そうか、夏でもなく冬でもなく一番状態がいいか。そうそう、で春先が一番実は化粧品会社が新しい商品発表するのをちょっと二の足踏むんですね。へ、肌が敏感なところなので。へ、そう、でもうちはなんかずっとオールシーズン、どこから始められた方もずっと続けてくださるので、ちょっとやれやれっていう感じなんですけど、でそれが、はい、オールインワンなのでもう1本でいい、それだけでいいんですよ。めっちゃ楽ですね、楽、めっちゃ楽ですね、とっても楽です、ね、でその後に使うのが、はい、これがレイプロテクト BB と言いまして、UV ケアのできるメイクアップ下地。うん、でこれ一色でどんな肌色の方でも一年中使えます。でこれでね半年持つんです。よかったら皆さんちょっと使ってみてください ね、はい、でちょっと、ね、白っぽくなるんですけど、しっかりこうやって押さえてあげるといいですか。はい、どうぞ使ってみてください。半年も持っちゃう、半年も大事ですよね、大事だけど、はい、社長抑える感じすごいですよね、うん、半年も持っちゃったら普通ね、半年持ちますよ。でも私も使ってますけど、でもよく伸びる、ね、伸びてちょっと白くなるので抑えるんですよ、そうするとすごく肌に馴染むんです。これ不思議なんですけどね、なんでですか。なんででしょうね、でもこれもねいろんな色で作ったんです、でファンデーションって実はカバー力を求められるんですよね、でもそれを高めるために顔料を入れるとすごく油分が強くなって肌にとっては重い感じがするのね、はいはい、ですごくこれだけは、ね、2年かかったんです、実は、ギューッと押さえてください。で自分は使ってて気持ちがいいんだけど、でもいろんなやっぱり肌色の方いらっしゃるし、はい、これすごく決めるのにいろんな方の肌で実験をしたんですけど、下地なんですか。この上にファンデーション皆さん使うんですかね。ですね、やっぱりカバー力欲しい方は、その上にパウダー の粉をはたかれるんですけど、素肌っぽいのがいいって方はもうこれだけです、ね、私これだけなんです今、その美容液した後それを塗って手でガーって押さえて粉も塗らず、あとチークだけなんですよ。すごい綺麗、だんだん薄くなりますね。そう、皆さん、なんか何にも塗ってないみたいです自分でもでも自然な肌ですよね、うん、自然、粉もしてないですよ。へ、こうやって押さえてるだけ、それだけなんですよ。で、馴染んでくるんですよね。なんかつけたての時よりも多分10分ぐらい経つと、なんでかわからないんですけど肌にすごく馴染んで自然な肌になりますね。そう、ちょっとね若いいい感じの肌になる、健康的で、つけたい、そう、ちょっとツヤっぽくて、そう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 、不思議なんですけどね。そうなんです。でだからこれを使うと今度顔洗う時にその石鹸だけでいいんですよ、クレンジングもなしでもその石鹸だけで、これも 100% ラメラ構造といって、先ほど言いましたの皮脂膜と同じ構造なんですね、なのでこれとこれで二重にいわゆるベース作るので、あと上からメイク乗せてもスルッと落ちちゃうんですね。でこちらも水溶性なので、なんかねいいのかなって、合ってるのかどうかあれなんですけど、私頭洗って普通に顔そのまんまシャワーかけて石鹸があって泡立てて、ふわーって洗うだけなんですよ、夜。へー、楽ちん、そうで、すっきりでしょ、すっきり、ものすごい泡がもっこもこの泡ができるんですけど、でその泡で包み込んで、で泡切れがすごいいいんで、で別に突っ張る感じもないので、でもお風呂上がったらすぐこれ塗れますけどね、美容液を。冬場は私贅沢3プッシュにしてますが、はい、そこだけちょっと変えてます、季節によって。夏は2とか3プッシュでどれぐらい持つんですか。3プッシュで1ヶ月半から2ヶ月、そうですね、2ヶ月ぐらいは持ちます、ね、で首までつけるのと、目のキワキワまで、
目にも、目の周りにもつけてます、しっかり。あの目元気になる、ね、もうこれだけなんで、一本だけなんで、目の周りと首までしっかりつけて終わり。3分で足りちゃうってこと、ね、十分です、十分で、手の甲とかにもつけます、最後残ったのもちろんです。よかったらこちら使ってみてください。あのいいんですか、はい、あどうぞどうぞ使ってみてください。すっごく伸びるんです。またすごい伸びますよ。なんかその楽なのと、うん、あの肌の悩みを忘れるっていうのがすごいですね。そうですね、あの気にならなくなる、あのヒリヒリするとか痛いとか痒いとかもう一切ないんです、うん、乾くとかが乾かないですね。乾かないですね。であの、まあ、きちっとメイクされてしっかりメイクされた首塗っております、しっかり塗ってください。そうそう、で肌って実は触らない方がいいんです、うん、洗いすぎない、うん、あのつけすぎない、触りすぎない、うん、これがすごく大事、ねえ、からもうそれを考えて徹底的にシンプルにして、シンプルだから本物にしたいなっていうところで、結構贅沢に61種類あの美容成分入ってるんですね。で10種類が天然保湿因子、とっても贅沢です。だからあの十分必要なものは全部入ってるんですよ、1個だけど。っていうのを多分使っていただくと実感できると思うんですが、これサンプルとかをがないんですね。そうなんです、あの、うん、やっぱりサンプルって 2,3 日分ですよね、うん、それだけではなんかよくわからないなって思われる方が多いと思うんです、うん、でしっかりやはり肌をきれいにしていただきたいので、うん、最低でもやっぱり1ヶ月半から2ヶ月は使っていただきたいんですね、うん、ただ合う合わないはだいたい20日ぐらいでわかるので、うん、こちらに関して20日間の完全返金保証をつけてます。嬉しい。20日使ってダメだったらもう返していただけばお返ししますと、他にもね、っていうことなんですね。今のところもう返品は一つもないですね。でお電話いただくので、まあ、ご相談あのしていくと、やっぱりちょっと何かあの薬のね副作用で肌荒れが起きちゃったとか、大抵やっぱりこれが原因じゃないことが多くて、まあ、そういう時にはあの20日間にこだわらず、あの最後まで使っていただいて、でそれでもダメだったら返してくださいということでやってます。すごい太っ腹でしょ、うん、信頼すごいできちゃう、ね、私本当に肌で悩んでたので、うん、あの本当に綺麗にできるものを作りたかったんです、うん、だからまず無名の会社なので、うん、まず使っていただきたいと思って、うん、あの使っていただいてます、うん、はい、なのでぜひ一度使ってみてください。ぜひぜひ、はいはい、で今はちょうどその1周年キャンペーンが、そうなんです、ね、はい、うん、3月15日までですけれども、はい、この、まあ、一番人気商品がこの、 あの石鹸と、はい、あのジェルなので、これを2点合わせて、通常ですと1万7000円に消費税のところを1万4700円、うん、で乾燥する時期なので、うん、たっぷり使いたいとか、うん、あのまあ、ご家族で使いたいとか、お嬢様にも教えてあげたいとか、うんうん、あとあのホワイトデーにご主人さんにぜひおねだりしてください。あのね、男性の、ね、ご購入者も意外に多くて、で奥様のプレゼントということでね、買われる方も多いですね、うん、はい、ということであのキャンペーンをやっております。あのパッケージも黒に赤の花ですごくおしゃれな感じなので、はい、ぜひあのご自分でじゃなくて旦那様の目につくところにそれをて、はい、ギフト放送でお届けいたします、はいはい、で詳しくはラメリアジャパンホームページですね、はい、ラメリアジャパンで検索してください、はい、であの注文される方はキラママカフェを聞いたというふうに備考欄に書いていただくと、はい、素敵なプレゼントが、はい、プラスでつきます。おまけがつきますんで、はい、キラママカフェを聞いたとぜひお書きください。ラメリアジャパンで検索してみてください。